耳で読む。ルドルフ・シュタイナーによる魂の暦。6、5月12日から18日。危機物語。6、5月12日から18日。狭い自分を乗り越えて、時間と空間の働きの中によみがえるとき、私の自我は宇宙を啓示するものとなる。その時、宇宙は至るところで、己の姿の真実を、その心的現像を、私のために開示する。狭い自分を乗り越えて、時間と空間の働きの中によみがえるとき、私の自我は宇宙を啓示するものとなる。その時、宇宙は至るところで、己の姿の真実を、その心的現像を、私のために開示する。